さあ、それではこの試合ハイライトで振り返ってみましょう。雨のため試合開始が44分遅れました。東北楽天ゴールデンイーグルス対北海道日本ハムファイターズの第20回戦、前回の登板が雨で流れた則本、中9日でのマウンド、初回ランナーを出しますが女房役島のプレーで3人の片付け、そして4番アンドリュー・ジョーンズの一振りで1点をプレゼントされます。立ち上がりから150キロ台の速球を投げていた吉川、アンドリュー・ジョーンズへの1球が極まれる形となりました。回は進んで5回、中盤に入って則本のエンジンがかかります。アブレイユ、大谷、そして小屋野にはライト前ヒットを許してしまいますが、佐藤といずれも三振、3つの三振で5回を難なく切り抜けると、6回、ツーアウトランナー三塁とピンチを迎えますが、大引きを三振に仕留めて則本がガッツポーズ。好投を続ける則本に援護が欲しいイーグルス打線、6回に二塁一塁から岡島が前日に続いてきちんとバント、これでチャンスを広げます。今日スタメンの岩崎がこの辺り高いバウンドが功を奏して三塁ランナーを迎え入れます。2対0とリードを広げました。そのまま則本がプロ初完封かという期待も集まった中、8回です。おととい田中からタイムリーを放った佐藤がライトスタンドへ打球を運び、ファイターズ反撃ののろしを上げます。このあと則本は鶴岡を三振に仕留めたところで牛野監督がピッチャー交代、2連投の長谷部でしたがピンチヒッターの杉谷をサードライナー、この日はケイシー・マギーデーでしたがマギーが守備でファンを沸かせます。1点差に詰められてしまった8回の裏、僕はホームランを打てないんで失礼したいと思っていたという島がこの一振り、大きな大きな追加点となって3対1、再びリードを2点と広げます。そして9回マウンド上は青山、ランナーを1人背負いますがアブレイユをセカンドゴロに仕留めてゲームセット。則本は中9日での登板となりながらも13勝目、新人王へまた一歩近づきました。イーグルスがこのカード3連勝、自力でマジックを1つ減らして18としています。